7月10日、ペンシルベニア州、フィラデルフィアのシチズンズバンクパークで行われた、ドジャース対フィリーズの試合で、大谷翔平は1番 DH としてスタメン出場した。しかし、彼は7回の第4打席で、代打を送られて、途中交代となった。大谷は2打数1安打1死球で、途中交代した。5月16日のレッズ戦以来、約2ヶ月ぶりの途中交代となった。 チームが1球と大量リードを許していたため、大谷を休養させる目的とみられる。それでも、大谷はメジャー通算205本塁打を達成していない。ドジャースの対戦相手であるフィリーズは、貯金26と安定した強さを維持している。この試合では、2021年の脱三振王である、ザック・イーガーが先発した。 コロナ禍で短縮された2020年を除き、ウィーラーは2018年から5年連続で2桁勝利を挙げている。試合前の時点で、ウィーラーは18投板で9勝4敗、防御率2.74という成績だった。2022年の対戦では、大谷は1打数1安打2支球だった。1回の第1打席では、ウィーラーの3球三振を期し、7月7日のブルワーズ戦から3打席連続の3球三振となった。 3回の第2打席では、ショートと左翼手の間に、ラッキーなアンダが落ち、出塁に成功した。大谷は、今季21個目の投塁を決め、メジャー初の3試合連続投塁を達成した。しかし、先発ミラーが4回までに急失点を期し、チームは0級と大量リードを許した。5回の第3打席では、4級連続ボールで、至球を選んで出塁した。フィリーズとの試合は、特に投手陣における、ドジャースの不安定さを露呈した。 ミラーは4回で急失点と大きな問題を抱えていることが明らかとなった。チームは今後の試合で首位を維持するために、守備力と投球力を改善する必要がある。今日の試合は中盤から儀礼的な試合のようになった。フリーマン、テオスカー、そして大谷も途中交代となった。しかし、フィリーズは地区首位の実力を見せつけた。シュワーバーとターナーの復帰により、打線がより連携し始めたようだ。フィリーズは打順のどの位置からでも、チャンスを作り出せる。 大谷も交代前に左翼主への弱い安打を一本放っただけだった。ベッツとマンシーがポストシーズンに戻れば状況は変わるかもしれないが、現時点ではフィリーズが強い。ミラーもメジャーリーグで大きな苦戦を強いられている。ドジャースは多くの怪我人を抱え、人員が逼迫しているが、残りの選手が全力を尽くしてくれることを期待している。主要な選手が戻る前に主力選手を補強しなければ、ドジャースはポストシーズンで厳しい戦いを強いられるだろう。 フィリーズはドジャースのような強豪と対戦して、その実力を証明した。150キロの速球投手と対戦しても、キレがなかったり、不安定な投球であれば、簡単に打ち崩される。打者のレベルは非常に高い。彼らの投手陣も充実している。今日の第一打席では、ウィーラーの素晴らしい投球に、大谷は何もできなかった。ドジャースの投手陣の不安定さは続いている。プレイオフに進出できても、ナショナルリーグのトップに立つのは難しいだろう。 現在、フィリーズが有力な候補のようだ。地区プレイオフで、ダイヤモンドバックスやパドレスと対戦する場合、ドジャースが勝てるかどうかは疑問だ。ドジャースの打線は、下位打線に少し問題があるが、全体的にはまだ大丈夫だ。投手陣の強化と、再構築が急務だ。そうでなければ、今年のワールドシリーズ優勝は、非常に難しいだろう。この試合は、主要な投手の違いを明確に示した。ドジャースには現在、信頼できる投手は、ギャビンストーンだけだ。 正式な投手を追加補強しなければ、チームは連敗に直面するかもしれない。主要投手が試合の早い段階で打ち込まれることが多く、控え投手の状況も懸念される。大谷はラッキーな安打を利用して、盗塁を決めました。しかし、相手の初回のホームランが試合の結果を決定づけました。チームは点差が大きく開いたため、試合中盤に主力選手を交代させました。先発投手のミラーは、今季の調子を改善できていません。 肩の怪我の後、彼の投球速度は低下し、高めの球や死球で打たれることが多くなっています。グラスノーも故障者リスト入りしており、これは予測されていたことですが、チームは依然として困難な状況に直面しています。山本がまだ復帰できず、カーショーが36歳であることも大きな課題です。ストーンは明日の試合で良い投球ができるでしょうか この試合で、ドジャースは全力を尽くしたものの、ウィーラーの支配を打ち破ることができず、5回にカバンビジオのソロホームランで、1点を取るにとどまりました。状況が好転しないと判断した、ドジャースの監督は、フレディ・フリーマンや、テオスカー・ヘルナンデスなどの主力選手を休ませるために、交代させる決断をしました。7回に、大谷を交代させたのも、試合がほぼ決まっていたため、重要な選手の怪我を避けるための戦略の一環でした。大差をつけられた状況では、 途中交代することで、大谷が集中力を失わずに済みます。通常、このような状況では、怪我のリスクも高いため、休養を取り、明日の試合に向けて準備するのは合理的です。昨年のチームでは、このような途中交代は考えられませんでした。しかし、現在の強力なチームでは、休養のための途中交代と、大差での敗北を受け入れるのは、理解できることです。ベッツが怪我をして以来、大谷は連続して試合に出場しています。 全試合に出場することは、賞賛に値しますが、それは、怪我や長気休養につながる可能性があり、それは決して良いことではありません。彼が良好に回復し、今後の試合で、素晴らしいプレーを見せてくれることを期待しています。試合開始前、ドジャースは、58勝32敗、勝率0.644で、リーグ首位に立っていました。しかし、彼らはフィリーズの強力な戦力と、戦略の前に早々と、白旗を上げることになりました。 2位のパドレスとの得点差は依然として安全圏にあり、ダルビッシュのような選手が欠けていても問題ありません。しかし、最近ドジャースは多くの打撃を受け、グラスノーは故障者リストに入っています。ロバース監督は選手の交換を通じて解決策を模索するかもしれません。大胆なアイデアとして菊池雄星と契約して花巻東コンビを結成することが考えられます。いずれにせよ、チームがうまくいくことを期待しています。 ドジャースは攻撃で勝つスタイルですが、投手陣が苦戦すると攻撃陣が少し停滞しただけでも負けやすくなります。今後も厳しい試合が続くかもしれません。大差がついた試合は消極的なものとなりました。暑い天候の中、選手の健康を確保するために途中交代は必要です。大谷は間違いなく残念に思っているでしょう。投手が多く打たれた場合、他に手段はありません。この試合は大谷がエンゼルスにいた頃を思い起こさせます。 ボビー・ミラーは十分な投球ができず、カーブボールが簡単に打たれ、試合を維持することができませんでした。また、ターナーの堅実さは見事でした。ドジャースは困難な時期にあります。投球を改善しなければ、ポストシーズンは非常に厳しいものになるでしょう。大谷が加入してから、ドジャースの真の実力を見てきましたが、今朝のフリーズ戦を見て、スタジアムのファンの熱意に本当に感動しました。シュワーバー、ターナー、ハーパー、ドームを擁するフリーズは素晴らしい力を見せました。 フィリーズについてあまり知らなかったものの、ドジャースが優位に立つと思っていましたが、フィリーズの強さに驚きました。ターナーは以前ドジャースでプレーしていたので、彼の能力は知っていますが、他の3人はもう終わったと思っていました。しかし、彼らは本当に優れており、フィリーズの投手陣も非常に良かったです。これはポストシーズンでドジャースにとって大きな試練となるでしょう。大差で敗れたため、フリーマンは早々に交代されました。 大差をつけられた状況での休養は必要です。特にアウェイでの試合では、ファンへのサービスを心配する必要はありません。打率を下げるリスクを犯すよりも、パフォーマンスを維持する方が良いです。フィリーズの攻撃陣は、本当に優れています。同じ周囲に立っているものの、力の差は明らかです。明日は、もっと良い結果を期待しています。ミラーは、全く使い物にならず、エースの一角グラスノーは、故障でオールスターも辞退しなければならなかった。 ドジャースの投手陣と打撃陣は共に深刻な問題を抱えている。現在の状況ではチームはシーズン前半のヤンキースのような状態に陥る危険がある。チームは7月の期限前に選手のトレードを考えているようだが果たして誰を引き入れることができるだろうか。ご視聴いただきありがとうございました。コメント欄で話を盛り上げてください。他にも面白い情報を最新で知りたい方はチャンネル登録よろしくお願いします。